にちは、赤ちゃんです。今日はこちら、じゃじゃーん、キャンプアウト V 型ファイヤーグリルというものなんですけど、こちらね、可愛くてついつい買っちゃいました。金額確か8000円ぐらいですね。ちょっと高いんですけど、僕キャンプグリルっていうの持ってなくて、これめっちゃいいなと思ったんですよ。キャンプグリルって大きくて持ち運びも大変じゃん。なんですけど、今回僕買ったのはじゃじゃーん、これだけです。これだけですよ。こんな感じ、すごくない？これを数えていけばもうキャンプができちゃうという感じになってます。今回ね、実際にこれを使ってみたいなって思います。これね、かなりインスタ映えしそうな感じで、めちゃくちゃ可愛いですね。Amazon で購入したんですけど、レビュー通りこんな傷が入ってましたね。まあレビューにも傷が入ってるってあったんですけど、本当に入ってた。でもね、まあ使っていくうちに傷はついちゃうから、まあいっかって感じで。見た目が超可愛いからね、ほら。これの一回り小さいのは確か4000円ぐらい、まあ一人用とかで売ってたんですけど、まあせっかくなら大きいの買おうと思ったのと、この大きいやつはね、黄色なんですよ、ここが。で、可愛いなと思って。黄色好きなので。一応リンクは概要欄に貼っておきます。はい、まず土台がこう。これ開くじゃん。開いてこういう風に置きます。こんな感じで。続いて、こういうのがあるので、ここに炭をね、入れますね。曲がってるね、鉄も。作りはね、ちょっと雑ですね。はい、ここにね、炭をセットして、で、ここにこう乗っけると。はい。こんな感じでセット完了でーす。すごくない？で、最後に、こちらに網を乗っけると。こういう感じでね、いい感じになってますよねー。ほら。いいでしょう？それではね、今回はこちらで実際に焼肉やっていこうと思います。はい、ちょっとトラブル発生で撮り直しします。ごめんなさい。ちょっと使っちゃったんですけど。キッチンにセットしてみました。まあ、キッチンは火が使えるのでね、ここでやります。上にね、ちゃんと換気扇もあるのでね、大丈夫ですね。いや、初めてだな、こんなお家でやるの。いきまーす。さあ、換気扇強くして。おー、割り箸あるとキャンプっぽいぞー。ちょっと今のうちお肉いって油でさ、加速させようと思うんだ。本日豚のステーキ、そして牛肉。またね、これで油が落ちることでより火がねいくと思うので、とりあえず焼いていこう。うまく火が移らないなぁ。うわぁ、火力上がった。すごいすごいすごい。できてるできてる。一個完成かな、これは。完成。はいはいはい、ウインナー入ります。焼けすぎだ。ではいただきます。うん、うわ、もう味がバーベキュー。やっぱ炭で焼くとめっちゃ美味しい。なんかもうね、炭火焼きの味がしてる。いただきます。うん、おいしい。うわー、焦げちゃった。熱くなってきた。はいよ。うわ、超炭火焼き。焦げてる、さっきから。超下手くそ。みんないただきます。うん、おいしい。みんなやばいかも。おいしい食べ方思いついた。この牛肉をロール、ソーセージロール、やばくない？ホットドッグ、お肉のホットドッグ。これこそ、いただきます。あかっ、ゾンビー、おいら消えちゃうよ。もう火も終わりなので食べます。ラスト、牛肉。おいしい。
っていう感じで、バーベキューやってみたんですけど、まあ、コンパクトになるのがめちゃくちゃいいですね、これ。汚れちゃうじゃん、どうしても。それもね、すべて含めてこう、畳んで、包んで、綺麗になるので、それもね、汚れに強いというのはめちゃくちゃいいなって思いました。やっぱり炭で焼くと本当に美味しい。ちょっとこういうの危険かもしれないので、火を扱うときは大人と一緒にやってください。今度ね、これを持って、キャンプとかも行きたいなって思います。昨日とかテントも買ったし、ハンモックもあるし、できちゃうなって思うので、早く行きたいですね。テントとかハンモックの動画は動画の最後と概要欄に貼っておくので、よければぜひ見に行ってみてください。このコンロ良かった、面白かった、買ってみたいと思った方、ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。